アロハやカーゴはハワイ州を拠点とする貨物航空会社である。2008年5月15日にアロハ航空の分離で運航開始した。元はハワイを中心に展開していたアロハ航空の貨物部門であった。しかし、アロハ航空の旅客部門が2008年3月30日にアメリカ路線を31日東内路線の運航を停止したことにより一時的に アロハ航空の貨物部門も3月31日に運航停止した。その数日後に貨物部門営業は再開されることとなり営業再開した。ところが結局同年5月に営業停止することになりここで貨物部門も営業を止めてしまった。その後別会社が出資してアロハやカーゴは再び営業を再開した。もちろん現在の親会社は アロハ航空時代の親会社アロハヤグループ、インクとは異なるため、名前を引き継いだだけで完全な別会社である。現在のアロハヤカーゴは、ホノルル国際空港をハブ空港としており、使用機材はボーイング767、ボーイング737、ソブ340である。2014年からは、アメリカ大陸にも路線を飛ばすようになり、ラスベガスとロサンゼルスに飛ばしている。 アロハ航空時代はアロハ航空が主力として使用していたボーイング737から200を貨物部門でも使用していた。アロハ航空倒産後も数年間は同系機を使用していた。中にはアロハ航空で使われていた飛行機を貨物用に転用した機材もあった。ここ最近はボーイング737から300が主力となっている。また二千十四年より アメリカ大陸船にも進出しており、ボーイング7671機をリースして使用している737から 200C。ありがとうございます。